時間異常部門より通達。要求されたアーカイブ記録は、時間異常部門の権限によって分類されています。あなたが適切なクリアランスを所持している場合、時間異常部門収容規定に基づき厳正にファイルを管理する必要があります。当該文書は参照用の目的で2035年まで保管されます。最新のファイル、SCP-2566-JP を閲覧する場合は、端末の指示に従って読み進めてください。関連するドキュメントを含むすべての SCP-2566-JP ファイルは、レベル5、最高機密に指定されています。関連するプロジェクトに貢献的支援が必要である場合、SCP-2566-JP ファイルに関する全権限が付与されます。終了済みのプロジェクトオートマトスに関するすべてのデータはアーカイブに保管され、計画責任者によって管理されます。後期的なプロジェクトに関するすべての提案は SCIP ネットを通じ、関係者によって審議されます。適切な招待コードを確認しました。情報は保管されます。アーカイブ、1/2。アイテムナンバー 2566JP、リターンパラドックス。レベル5、トップシークレット。コンタインメントクラス、ラディックス、ディスラプションクラス、アミダ、リスククラス、ノーン。配属サイト、除外サイト1、サイト17。計画責任者、アテナ、アナスタサコス管理官。配属部門、時間異常部門、戦術作戦司令部、時空情報コミュニティ、履歴継続性部門、応用科学部門。計画指導者、プロスペル、ラングレイ管理官、タデウス、シャンク博士。特別定義、ラディックス。ラディックスクラスのアノマリーは財団の統制体系に著しく干渉しています。ラディックスクラスは標準のイエソドクラスに代わり、ユダヤ教に厳密に関係しないアノマリーに定義されます。標準ラディックスプロトコルの明確な違反が発覚した場合、本件の担当である時間異常部門に報告するか、SCIP ネット標準の報告機能を通じて違反を報告してください。特別収容プロトコル、SCP-2566-JP のさらなる調査及び検証を目的として、サイト17、施設アルファへの一切の侵入が禁止されます。戦術作戦司令部は本件に関わる現場検証や物品の回収を担当し、非常時には可能な限りの戦力を投入し対応します。サイト17緊急参照施設において、本件に関係するあらゆる情報の共有と討議が進行中です。新規の情報が確認され次第、戦術作戦司令部のメンバーに緊急通達と評価基準の適用が行われ、現場の再評価が実施されます。現時点で確認されている以下の包括的な事象について、最終検証が進行中です。訴求的に構築された歴史上の矛盾点における検証。承認済みプロジェクトオートマトスにおける証言及び正確な記録の回収。施設アルファに存在する断片的な記録の調査。最終評価が完了した後、ライサーアーカイブチームとの協力のもとに情報の確実な保存と施設アルファの運用実験が開始されます。本件について何らかの異常事態が発生しない限り、必要外の実験や検証は行われません。時空情報コミュニティは現在、時間異常を発生させた直接的な原因とその関係者について調査を行っています。プライムタイムラインの各年代を広域にわたって観察し、現在の時間異常が発生した根源的な影響を追求します。必要に応じて、コミュニティは一定のパラドックス事象を無視し、本件に関わる重大な時間異常の無力化を行います。財団内部に敵対的な存在が介入している可能性を考慮し、時間異常部門は財団の統制体系にアクセス可能となっています。容疑者は即座に確保され、内部審判部門による判決が下されます。説明。SCP-2566-JP は、サイト17地下施設アルファに存在する財団の固有兵器です。2005年に時間異常部門とサイト17の連携によって建造され、プロジェクトオートマトスの指揮下で現在まで運用が続けられています。SCP-2566-JP は時間的な異常をもたらし、特定の起点から情報を訴求的に抹消することが可能でした。該当の機能は財団によって効果的に活用されており、2015年2月12日のある時点まで問題なく稼働していました。プロジェクトオートマトスは2003年に開始された最高機密の作戦であり、タイムライン全域における大規模な時間異常を修正することを目的として指導しました。本兵器は解明された異常なシステムによって構成されています。
システムは以下の通りです。SCP-2566-JPA、ボールスクラントン、オムニバース概念写像ユニット。逆因果の事象から算出される行動履歴をマッピングし、情報が逸脱しないように統制する機能を保有します。回帰に伴う情報の初期化に貢献します。SCP-2566-JPB、エヴァレット・アナスタサコス・ナラティビック生成ユニット。固定的な集合概念によって、財団は無制限の頂上理論と物語的な構成能力を獲得します。確率論的な全ての逸脱事象に対応し、不和を恒久的に消去します。SCP-2566-JPC、ブレナンシャンク、総物ミコン戦術神秘ユニット。SCP-2566-JP は現在も継続的に稼働していますが、厳密には不安定化しています。2月12日のある地点を境にこれらの異常が確認されたために、該当の事象はオーバーランイベントとして暫定的に定義されています。SCP-2566-JP が正常に運用できなくなったため、時間異常部門と監督評議会はこれの代替となる兵器について開発を検討しています。現時点で発生しているタイムライン上の破滅的なパラドックス事象はこれを阻害しており、SCP-2566-JP の復旧と対応が急がれています。これまでに SCP-2566-JP によって確保されていた統計的なコンセンサスは著しく崩壊し、ベイルは正常な機能を失いつつあります。想定される副次的なインシデントが発生するまでに、SCP-2566-JP は迅速に復旧されるべきです。新着コメント。RCT チームへようこそ、新人。君がこの装置の概要を知って、そしてこれを何だと思った？疑似的なタイムトラベリングか、あるいは無再現のチャンス？君が思うことは真実であるが、客観的に事実ではない。君の渇望は期待されるものではないし、それは決して唯一の理論ではない。確実なのは、これが誤った方法であることだ。ほい、2566JP、1、プロジェクトオートマトス。原理的な現実改変のプロセスに関する調査は、2003年にプロスペル・ラングレイ管理官が原型となる問題提起を行ったことで始まりました。ラングレイ管理官は現在の時間異常部門長であり、当時は異常科学に携わる本部サイトの研究者でした。反ミーム性の存在が訴求的に情報を抹消する不明な手段についての研究を行い、その方針は徐々に時間的な矛盾への対処に直結するようになりました。2003年に提起された資料の原型は、現在のプロジェクトオートマトスにおける根幹的な機械の設計及びプロセスに応用されています。反ミーム、訴求改変、過去改変、タイムパラドックス、数学的矛盾など、様々なエイリアスで呼称される該当の現象は、財団が様々な異常を収容する上での不明な要素であり、長期にわたって未解決の要素でした。SCP-2566-JP はこの問題を疑似的に解決及び応用した存在であり、同時に危険性を内包する財団の固有兵器として保守され続けてきました。記録の空白化を誘発する一連のプロセスは実証され、現在の時間異常部門における根幹的な機密情報として保守されています。SCP-2566-JP は時間異常部門とサイト17によって開発され、プロジェクトオートマトスとして後にサイト17へと引き継がれました。2005年5月11日、SCP-2566-JP は監督評議会及び会評議会の承認に基づいて運用可能であると宣言されました。オーバーランイベントによる不安定化が発生するまで運用は続行され、実証試験は SCP-2566-JP 自体が明確に作用していることを証明しました。プロジェクト、オートマトス。最初期観測に伴う収容の初期提言。1、序文。アノマリー。とは、一般的に正常でない、異変であると明確に定義されたあらゆる概念の包括的な名称です。とりわけ物質的な存在に対して用いられているケースが多く、単純な物品に対して使われる場合は、認知バイアス的に極めて異質な外見を保有する存在に、好んで用いられてきました。それ以外にも、講義の概念、存在、理論、言語、イデア、エントロピーなど、該当する存在は非常に多岐に、そして数多く存在します。アノマリーは財団の収容対象であり、長年にわたってその実態が研究され続けてきました。アノマリーは今や現実の一部であり、コンセンサスを構成する基準の側面となっています。いかなる可能性もアノマリーの出現に関与し、わずかな可能性からアノマリーは誕生していました。し
しかし、多くの人々が疑問に思うことがあります。異常の起源とは何であるのか。人が作り出したのか、無から生まれるのか、物質の複合体なのか、あるいは、その全てでもあるのか。時間や空間といった要素を解読し、それらを異常科学的に立証した理論は、無限に拡大する異常のパラドックスを側面的に解禁しました。本文書はそれらの理論を提唱し、根源的存在の収容に向けた最終提言、プロジェクトオートマトスに関する最終評価を決定するためのものです。2. 異常性の起源。それ自体が逸脱しない限り、等しく法則性が適用され、何者も因果律を脱することは不可能であるべきです。実際的には、これが確実に担保されていないのです。アノマリーは父の因果を脱出し、逸脱した理論へと昇華しています。ならば、何がアノマリーを上昇させるのか？複数の可能性は示唆されますが、最も合理的に、外部エントロピーの流入によるものと判断されました。エントロピーがアノマリーを昇華させるのです。外部エントロピーの実在性は不確定的です。しかし問題は、外部エントロピーの実在が実際的なものであり、論理的には存在し得ることが確定されるのです。時間異常部門はこれまで長期にわたり、この特異点の実在性を検証してきました。そして、検証は外部エントロピーの介在を確実視し、それ自体を、パラドックス、として再発見したのです。より厳密には因果律の違反であり、タイムラインに介在する断片的な脆弱性がエントロピーの流入を促していると考えられました。1であった脆弱性が指数関数的に増大し、今では100、あるいはそれ以上の因果違反を引き起こしているのです。流れ込む因果が脆弱性を押し広げるように、そしてアノマリーを増大させるのです。このようなタイムラインの脆弱性が、結果的に影響を及ぼしていると結論付けられました。この場合における、パラドックス、とは、成熟されたようなタイムラインの微視的な脆弱性が集まり、より大きくなった次元の崩壊部分を指します。わかりやすく言えば、これは破損したガラス窓です。破損部分から外気が流れ込むように、パラドックスからは外部の次元が流入します。外部の法則はやがて規定の存在に干渉し、逸脱した可能性を提供します。これが考えられる多くのアノマリーとなります。この次元の流入は有限的なものですが、巨視的であり、我々が想像もつかないほどに長い時間をかけて修復されます。問題は、無制限に外部の次元が流入した場合、規定のあらゆる存在が異常な法則で満たされてしまう可能性があることです。規定の法則は崩壊し、すべてのものがあるべき姿を失います。こうなる可能性を避けるために、パラドックスは迅速に収容されるべきです。副次的には、パラドックスを収容することで、それ以上のアノマリーの発生を防ぐことになります。アノマリーの事前収容は、人類文明を保護する上での最も効果的な手段でしょう。3. 収容の提案。タイムラインの脆弱性は、既存の方法で修復することは困難です。オートマトスにおける収容提起は直接の修復でなく、事象の鎮静化を目的としました。実証済みのコンセプトでは、反パラドクス的な事象の空白化によって該当の範囲を構造的に除去することが目標でした。プロジェクトオートマトスにおいて、このコンセプトを効果的に活用する目的で複数の異常な兵器が応用されました。結果的に開発決定したオブジェクトは、現在 SCP-2566-JP に指定されています。漠然としたコンセプトでは、以下の3部からなる構造分類によってパラドックスの矛盾を修正することが目的です。以下の規則的なイベントは SCP-2566-JP によって定期的に運用され、最終的に抗議的なアノマリーの事前収容として機能します。1. 外部エントロピー向上の予測を行い、パラドックスの発生に備えます。2.確定したパラドックス事象により、外部エントロピーの流入と異常存在の形成が開始されます。3. より大規模な影響の拡大が起きた場合、深刻なインシデントや文明規模での危機的状況に陥る可能性があります。状況は場合によってアミダクラスの拡乱を招き、致命的な K クラスシナリオが起きる可能性もあります。4. SCP-2566-JP が活性状態へ移行されます。パラドックス発生直前に指定されたウェイポイントを参照し、宇宙規模であらゆる情報を直前の時間まで訴求的に回帰させます。事実上、それまでの数十秒から数時間の間に発生した全ての事象は空白化し、あらゆる情報が巻き戻されます。
パラドックス事象はそれ自体が発生しなかったことになります。5.SCP-2566-JP が再び安定化されます。次のパラドックス事象に備え、時間異常部門は対応を継続します。SCP-2566-JP は、蒸気の規則的なイベントを発動する際に基地の法則性を逸脱するため、指数関数的に悪性の新たな異常を形成する可能性を内包します。破滅的な悪性のエントロピーはタイムラインを崩壊させる可能性を有しますが、SCP-2566-JP の有用性はそれ以上のものであると考えられます。すべての手順は時間異常部門、および連携したサイト17の指揮下で進行する予定です。監督評議会による承認が確定した後、プロジェクトは正式に運用を開始されます。SCP-2566-JP、アクティベーション、8。標的、プライムタイムライン、SCP-8 同個体によるパンデミック事象の可能性。ストラクチャ詳細、ロシア郊外における潜在的なパンデミックは、2004年4月11日に SCP-8 の異常な活性化により発生します。外因的なエントロピーの増大と変性により、非常な手段によって広域にわたるベールの露見に至ります。結果、訴求的な事象の空白化により、プライムタイムラインは正常に初期化されました。SCP-8 事象は実際的に発生せず、より正確な形式で事象が進行しました。この事象による死傷者は発生していません。標的、プライムタイムライン、SCP-58 の逸脱死大半。ストラクチャ詳細、現行未定義のスロットナンバー58に新たなアノマリーが指定されます。58による逸脱は収容施設を激甚に破壊し、財団に9万、1000米国ドル相当の損害を与えます。結果、事象の空白化に伴い、58の逸脱及び新たな事象の形成が未然に防止されました。RCT チームの人員不足を理由として、プロジェクトに新たな職員が配属、再配置されました。以下の人員は倫理的に適任であるとされ、本人らの承認と同時に任命されました。ウェイブラー・デイビス博士、旧サイト409職員、時空間異常観測部門幹部役職代理。プレイスホルダー・マクドクトラート管理官、サイト17、頂上技術長。ハーロー・ジュヌビエーブ管理官、サイト17、概念物理学部門長。プロジェクトオートマトスの主要なメンバーは以下の通りです。アテナ・アナスタサコス管理官、プロスペル・ラングレイ管理官、ウェイブラー・デイビス博士、タデウス・シャンク博士、プレイスホルダー・マクドクトラート管理官、ハーロー・ジュヌビエーブ管理官。新着コメント。ラングレイ管理官は事の始まりから、あるいは全てにおいて自己効用的だった。前任者が彼のために席を開けた時、前任者が築き上げた秩序が崩壊するのを感じた。彼は奇妙に魅了され、そしてそれらを奇跡と考えた。彼が財団で権力を行使するには、彼は幾分か利己的でありすぎたのだ。彼の中核は悪に乱された。必要な全てでなく、不要な情報の全てを隠し通そうとした。明らかな愚行の本質は、彼自身が証明してくれた。アノマリーは、彼が述べるパラドクスが全てではない。タイムラインの単なる脆弱性が次元を流入させるなら、その根源はどこにある？彼自身は当然ながら問題に直面したが、彼は事実を否定した。君の真実は事実より価値あるものか？と問うのなら、彼はきっと、事実に見劣りする真実はない。と答えるだろう。先にも述べたように、君は彼を見てはならない。君には違う道があるからだ。ホイ 2566JP、2、オーバーランイベント。2015年2月12日に発生したオーバーランイベントは、明確に SCP-2566-JP の異常な活性化をもって発生しました。前述のように、オーバーランイベントは SCP-2566-JP の不安定化と多大な異常の包括的な故障です。オーバーランイベントの詳細について調査する目的で、財団は標準ドレグヨニプロトコルを実施しました。ドレグヨニプロコトル。ベリフィケーションオブ SCP-2566-JP。 2015年2月13日、ハーロージュヌビエーブ管理官、プロジェクトオートマトス、サイト17。1、基本事項、SCP-2566-JP の断片的な情報を参照し、確認された情報の不確実性やオーバーランイベントとの関与が確実なものであるかも同様に検証されます。2、序文、
ドレグ読みプロトコルは、SCP-2566-JP の復旧作業における危険性を検証するための評価基準を示すとともに、オーバーランイベントの根源的な崩壊の原因を追求するものです。すべての最終評価並びに抜粋内容は現段階における技術的側面や知見に依存するものであるために、長期的な観測と収容定期によって技術的に常に最適化されるべきです。また、ドライビオニープロトコルにおける副次的目標は施設アルファにて確認された複数の問題点に関する最終検証です。該当する多くの記録が不正確な矛盾を引き起こしているために、より適切な調査対象を検討するとともに、その危険性を再確認する必要があります。Items of Interest SCP-2566-JP の本質、復元の実現可能性。SCP-2566-JP 自体は、2005年の時点で明確に建造が完了した頂上兵器です。時間異常部門長らを筆頭として計画が指揮され、最終的にそれらは異常存在の事前収容と正常性の維持を目的として運用を開始されました。SCP-2566-JP 自体は大まかに反ミーム性の固有災害を応用した兵器であり、特定の機関内に存在した情報を、すべての地点から訴求的に破壊することが可能でした。SCP-2566-JP の性質は極めて有用でありながらも、オーバーランイベント以降の状態は、すべての情報を完全に復元することを確実に不可能にしています。記録情報の空白。問題となるオーバーランイベントの直後、SCP-2566-JP の研究及び実行に従事していた職員の一部に深刻な乖離性健忘の症状が確認されました。当事者らの記憶状態には、明確に数十秒ほどの空白期間が存在し、断片的または完全に記憶を喪失しています。その状態について意識的に想起することができず、しかしながら喪失された情報は以降の状態に影響を及ぼし続けています。以下は、当時 SCP-2566-JP の定期監査に立ち会った職員のリストです。アテナ・アナスタサコス管理官。プロスペル・ラングレイ管理官。ウェイブラー・デイビス博士。プレイスホルダー・マクドクトラート管理官。上記4名の職員は現時点で調査の対象となっています。オーバーランイベントの本質。オーバーランイベント自体は、SCP-2566-JP の用法を誤ったことによるパラドックス事象の複雑化であると考えられています。SCP-2566-JP は直前の飛行記録に異常な要素が記録されていたことを示唆しており、何らかの要因によってパラドックス事象の修復が完全に、適切に終了しなかった恐れがあります。インターフェースから回収された情報は、余剰に組み込まれた生物的な4体の情報を示しており、情報の飽和が現象の回復をより困難にしていると考えられます。原因となる要素は現在も存続していると考えられ現状を打破する最も効果的な手段は、この要素を合意的現実から除外することです。SCP-2566-JP のデータストレージには、世界規模で学習された物質界に関する統合的な情報が保管されています。演算ノードによるデータマッピングは原生生物界、プロキスト、植物界、プランタエ、動物界、アニマリア、に分類されており、独自の方程式によって物理環境を細分化しています。以下に記載される例示的な概念は、SCP-2566-JP の形式的な改変に必要となる主観的な要素です。時間の連続性。物理法則の不動。崇拝作用の不動。規制の不動、あるいは誘導性。生物の死亡。断片的にこれらの例示を逸脱した場合、あるいは矛盾に依存した情報が介在する場合、宇宙規模の不動性が揺らぎ、記録の矛盾を誘発させる可能性があると考えられています。イベント直前に関する数十秒間の記録は空白化しており、原因究明をより困難なものにしています。SCP-2566-JP は特定の生命情報に依存している可能性が示唆されていますが、そのような過程が事実であったとする場合に、10年間にわたって継続的に運用されていた SCP-2566-JP の実態が本質的に実証不可能となります。SCP-2566-JP の効果的な抑制作用は、オーバーランイベントによって非常に不確実な要素として考えられるようになりました。3、復帰。最終検証の結果によって判明した複数の事項や、収容手順の改定が必要と判断された場合、海評議会の対応のもと、速やかに運用方針に活用されます。
該当の検証記録からさらなる調査要求がなされており、現時点で対応班は可能な限り調査を担当します。新着コメント。強欲なるままに進む闇が、ついに光に触れたのだ。プレイス管理官もまた、彼自身の研究に溺れたものだった。それが真実であるとして、彼は今もなおさまよい続けるだろう。2566JP の方向は長い時間の中で失われていたが、苦しむ人々は再びそれを押し上げた。この時こそ、我々の計画が間違っていたと知らされた瞬間であった。幸福への序曲は、我々の手によって歪められていたと。空想科学は強力であるが、実効的な範囲は彼らのデスク上に留まるものだ。原型の側面は断続的に彼らを苛み、蝕んでいった。人々の死こそが最もたるシンボルであり、そして影を作り出したのである。プレイスの多数の可能性が存在したが、彼の選択は入り乱れた確率を否定した。彼の意志は確実なものであった。規定イテレーションの彼のパターンは、彼自身を破滅へと導いた。ホイ 2566JP 3、収容定期。オーバーランイベントの発生直後または直前に、施設アルファにおいて一連の奇妙な現象が発生していたことが確認されました。以下に記載される正確な現象の記録は訴求的に改変されている可能性があり、非常に限定的な相互作用が存在することが確認されています。SCP-2566JP 収容セル内部に存在していたパイプの一部が不自然に振動します。シャンク博士の操作によって、SCP-2566JP が活性状態へ移行されます。断片的な記録は該当の時間にパラドックス事象が発生することを示していますが、実際には何も発生していません。不明な要因によって、室内に置かれていたラジオが強制的に停止されます。業務を補助していたシャンク博士は空虚からの叱責を受けています。空虚はあらゆる環境に応答しません。空間的パラドックスにより、外部エントロピーの流入と異常存在の形成が開始されます。今回発生した異常は重力異常であると考えられ、推測される事項は施設アルファ内でも観測可能でした。この時点で、室内の一部の小物は宙に浮き始めます。異変に気づいたジュヌビエーブ管理官が、シャンク博士に対し処理を停止するよう要求します。しかし実際にはシャンク博士はすでに別の地点に移動しており、ジュヌビエーブ管理官は空虚に対して会話しています。アナスタサコス管理官の声が室内に響き渡ります。音源は特定できません。シャンク博士がこれに応答していますが、本人は特定の地点で硬直しています。空虚はこれに反応しています。シャンク博士とジュヌビエーブ管理官は退出しますが、4名は SCP-2566JP を停止するためにあらゆる機器系統を操作しています。室内のより大きな物品が浮遊し始めますが、4名は不動です。極小の衝撃波が発生します。これによって施設内の多くの物品が破損しますが、ガラス片の散乱や粗大な物品の倒壊地点に、部分的に不明な要因によって血痕が出現します。同時に悲鳴が響き渡り、やがて収まります。室内の4名は異変に気づきますが、それまでに発生した現象をあたかも、初めて目撃したかのように、振る舞います。室内の警報が鳴り響き、機動部隊員が駆けつけています。各人が指示を出しています。SCP-2566JP は異常に活性化し始めます。以下はこれに関連したインシデント報告の抜粋です。日付、2015年2月12日、記録担当、プレイスホルダーマクドクトラート博士、コンサルタント、タデウス・シャンク博士。詳細な報告、タデウス・シャンク博士は、施設アルファにおける SCP-2566JP 運用の管理を担当していました。不確定要素を十分に考慮しない操作によって、偶然の一致に伴う甚大なインシデントを発生させたとみられます。オーバーランイベント直前における管理担当者、他3名の行動履歴は、それ自体が軽微な物理異常によって内包されていることを示しています。シャンク博士が明確に該当の事象について把握した際、シャンク博士は自身の当時の行動が、SCP-2566JP によって訴求的に消去されていることを認識しました。本来の4名の行動履歴について、各人は明確に言及できず、その間における記憶の空白化を誘発しています。最終的に発生した回帰性のパラドックスは、悪性のエントロピーと時間異常をもたらし、タイムライン全域における深刻な脅威として未だ存在しています。これは、SCP-2566JP によってもたらされる一連の修復作業が不完全であることを示し、消去された一部の情報に齟齬が生じていることを示唆します。施
施設アルファの断片的な情報は、ナラティブ要素を含む対抗概念的な思考体系を取る形でパラドックスの影響を受けることなく、空白化した機関の情報について探ることが可能です。全インシデントの清算を目的としたプロジェクトの再始動は、最終的なパラドックスの修正が完全に終了するまで継続されなければなりません。ホイ 2566JP を、延長された討議。日付、2015年、2月13日。出席者、アテナ・アナスタサコス管理官応用科学部門長、プロジェクトオートマトス監督者。プロスペル・ラングレイ管理官、RCT ディレクター、プロジェクトオートマトス行為スタッフ。ウェイブラー・デイビス博士、時空間異常観測部門幹部役職代理、プロジェクトオートマトス行為スタッフ。タデウス・シャンク博士、時間異常部門長、プロジェクトオートマトス技術顧問。プレイスホルダー・マクドクトラート管理官、頂上技術長。ハーロー・ジュヌビエーブ管理官、概念物理学部門長。不起当外ビデオトランスクリプションは、プロジェクトオートマトスの結果について審議する目的及び最終評価のために、主要な6名のメンバーによって開催された会議の記録です。転写開始。何度も確認したはずですよ、管理官。私が実行したサブルーチンに狂いはありませんでした。SCP-2566-JP の根幹的なシステムではなく、他に異常があったと思いますが。今ようやく思い出してきたところだ。君に全ての責任を押し付けるつもりはないさ。ただ、この考え方は、ジーガス、全くもって気持ち悪い。プレイス、君が作ったマニュアルにある、ナラティブ要素を含む対抗概念的な思考体系。というのは、これで合っているのか？ええ、時間異常を回避するために、そうではない、という否定的な見解から思考することで、明示的な矛盾を回避できます。マニュアルは口頭でも説明した覚えがありますが、覚えていらっしゃいませんか？私が薬物耐性のない人間だというのは知っているのに、無理やりに記憶補強剤を飲ませたのは誰だと思ってるんだ？おかげさまで2時間はトイレにこもっていたと聞いたぞ。おしゃべりする余裕はあるのですね。アテナ殿、皆がみんな、疲弊しているんだ。真剣に議論を進行させたいのはわかるが、懐疑的な見解から取り組んでも何も進行しない。お言葉ですが、文字通り時間が限られているのです。身近な異変に気づいていないのですか？ラングレイ管理官、あなたがここに来るまでの間に軽微な収容違反に遭遇したのを知っています。ここじゃよくあることだ。ここは除外サイトです。いかなる神秘も受け付けない真空であって、異常がはびこる世界じゃない。100分の1にも満たない確率が実際に起きうる状態なんです。それを議論するのではなかったのですか？わかった、すまない。シャンク、空虚についての解析は進んでいるか？簡潔に言って、空虚は私たち自身です。本来のタイムラインにおいて存在するはずであった、我々の行動ルーチンのシルエットです。映像に映っているのは私たちの虚像であって、本来そこに存在しなかった。宇宙規模で観測した場合に、私たち4人の行動だけが明確に問題であったことを示唆しています。結果的に、そこにあるべき記録は消去され、埋め合わせ、として確率論的に考えうるべきパターンが代入されました。行動上の問題とは何です？はっきりとは理解できません。知っての通り私たちの記憶には空白期間が存在しており、既存の行動が訴求的に抹消されたことに起因すると思われます。ただ現場のいくつかの物証から、ある程度の推測は可能です。現場に残存していた血痕は DNA 鑑定の結果、アテナ管理官とラングレイ管理官のものであると確認されました。心当たりは？いえ。今はないが、仮に行動ルーチンが抹消されていたとして、私が実際にはそこで負傷していたと？可能性は否定できません。その、SCP-2566-JP があらゆる情報を特定の時間まで巻き戻せるとして、あらゆる事象を正確にロールバック処理することが本当に可能なのですか？私が思うに、それはエントロピーの法則に反しています。おっしゃる通りで、実際に SCP-2566-JP にそのような機能はないと考えられていました。今までは、異常は常に不確定要素を持ちます。仮定が事実であるのなら、SCP-2566-JP は実際に、すべての事象を巻き戻ししていることになります。そしてそれは、エントロピーの法則を逸脱しています。待ってください、すべての？それは文字通りの意味ですか？厳密には違うと思います。
数学的連続性を有する物質においてはそれが可能であるでしょうし、素粒子がそれを証明しています。しかし、数学的連続性を持たない存在においては、理論が異なります。物質的な存在の情報を破壊することは、数学的連続性が保証されないために矛盾を生じさせます。これは知っての通りパラドックスであり、オーバーランイベントにおいて実際に発生した事象です。そして最も特筆すべき問題点は、根幹的な知性の有無に関わる改変が起きた場合、それは深刻なパラドックスを確実に発生させることです。知性の有無、それは生物学的な意味合いであるのなら、静止の情報ということですね。ちょっと待ってくれ。つまり何が言いたい？まさに仮説が真実であるとして、オーバーランイベントの直前に私たち4人が死亡していたのなら、SCP-2566-JP によって修復された世界において、4人の生物的な情報が矛盾します。SCP-2566-JP の視点からすれば、4人は元より生きていると認識されるためです。世界は矛盾した前提で構築されたために、パラドックスを内包しています。私たちはあの瞬間、すでに死亡していたと考えられます。具体的な対策は？反復による SCP-2566-JP の再修復が行われるためには、現状の複雑な矛盾を全て解消する必要があります。根源的かつ効果的な解消法は、矛盾した存在、つまりは私たち4人が再び死亡することです。電車終了。吹き。SCP-2566-JP の収容を完全なものとするため、暫定的な収容計画が進行中です。新着コメント。財団がパラドックスについて検証したのは、これが初めてのことではなかった。少なくとも、我々は異常の根源が何であるかを漠然と理解しており、そして巨視的な何かがあるとのみ認知していた。人々の半分は戦慄し、それを異常と呼んだ。もう半分はそれらに魅了され、神々の神秘であると思い込んだ。重要なのは、それを脅威として認知しているかということである。財団の多くが戦慄的な神秘を認識し、あらゆる可能性を探り、そして均衡を保った。均衡は脆く、内部からそれらが打ち砕かれるまで、我々は薄っぺらなベールの下に安全を保障されていたのである。大義は確実な忠誠のために、そして秩序のために存在する。彼らが秩序を破った時、彼らが従っていたものは何であったのだろうか？アーカイブ2分の2。アイテムナンバー、2566JP、レベル5、トップシークレット。収容クラス、アポロン、カクランクラス、アミダ、リスククラス、クリティカル。戦術的対抗プロトコル、SCP-2566JP の継続した臨界状態を抑制する目的で、あらゆる戦術兵器を用いた外部からの干渉が許容されます。機動派遣部隊、U3、デッドマンズドリームのメンバーには、国際データベースを経由して生存している知性存在の探索が指示されています。機動部隊、U1、ディアボロス、は本件に従事するすべての職員の安全確保に努め、異常が確認された場合には上層部への報告が義務付けられます。現時点で確認されている以下の包括的な事象について、最終検証が進行中です。プロジェクトオートマトスにおける最終評価。施設アルファに存在する断片的な記録の調査。以下の人物は迅速に、確実に破壊される必要があります。アテナ・アナスタサコス管理官。プロスペル・ラングレイ管理官。ウェイブラー・デイビス博士。プレイスホルダー・マクドクトラート管理官。SCP-2566-JP の継続的な即発臨界状態が施設の耐久を強化し、完全な炉心溶融によってシステムを陥落させるまでに最大10日の猶予があると見込まれています。プロジェクトオートマトスの人員は可及的速やかに、SCP-2566-JP のシステムを回復させる必要があります。説明。SCP-2566-JP はプロジェクトオートマトスにおける最終成果であり、財団の保有する高度な超常兵器です。オーバーランイベントによって SCP-2566-JP が即発臨界状態に陥るまで、SCP-2566-JP は正常に稼働していました。現在の SCP-2566-JP は、サイト17施設アルファを中心に、無制限に拡張されるカスケード的な収容違反を引き起こしています。SCP-2566-JP が引き起こした怪奇的なパラドックスは物理的環境を激甚に破壊し、財団の統制体系に深刻な被害をもたらしました。主要な悪性のエントロピーは4体の人実態を原因として拡張し続けています。
2015年2月13日以降、該当の人物らはパラドックスの阻害によって段階的に記憶を喪失し始めました。タイムライン全域における該当者の行動に異常が発生しており、周辺環境に極めて深刻な異常が発生しています。基本的な対策のため、該当者は迅速に確保される必要があります。ホイ 2566JP5 超過勤務。日付2015年2月13日出席者、アテナ・アナスタサコス管理官応用科学部門長、プロジェクトオートマトス監督者、プロスペル・ラングレイ管理官、 RCT ディレクター、プロジェクトオートマトス行為スタッフ、ウェイブラー・デイビス博士、時空間異常観測部門幹部役職代理、プロジェクトオートマトス行為スタッフ、タデウス・シャンク博士、時間異常部門長、プロジェクトオートマトス技術顧問、プレイスホルダー・マクドクトラート管理官、頂上技術長、ハーロージュヌビエーブ管理官、概念物理学部門長。転写開始。ご存知かと思いますが、SCP-2566-JP の正確なメカニズムについて理解しているのは私たちのみです。そして、SCP-2566-JP によって破壊された情報は、それ自体が過去のものになるほど、辛く圧縮され、正確な回帰が不可能になっていきます。情報は激甚に破壊され、タイムラインがより不完全になっているのですよ。わかっていますよ、しかし。そのために我々が死ぬことは、SCP-2566-JP を制御可能な人間が存在しなくなることを意味する。すべての予備的な文書は検証が不完全であるし、ましてや我々にたやすくしすべきというのか、しかっていうがそれは不可能だ。落ち着いてください。現状において何をすべきか、冷静に考慮すべきです。その通りです。本質的に私たちが死亡することが意味があるのか、真偽は正確ではないのですから。先ほどから気になっているのですが、オーバーランイベント自体は静止情報の矛盾によって発生したのでしょう。SCP-2566-JP は断続的に、これまで長期にわたって運用され続けてきました。その中で同様の事件が起こっていてもおかしくありませんよ。最も合理的な考えですし、実際にそうだと思います。しかし決定的に異なるのは、その人々はおそらくすでに死んでいることです。パラドックスを回避できたと。はい、彼らが何らかの要因で死亡してしまえば、パラドックスは回避されます。本当に不可解な理由ですが、その理論で言うと、SCP-2566-JP はこれまで断続的に、臨界状態に陥っていた可能性があります。実際に記録がないだけで。不本意ながら、生物が確実に死亡することは SCP-2566-JP にとって、論理的なのでしょう。しかし深刻な問題として、今回は状況が異なる可能性が高いです。実のところオーバーランイベント直前の運用では、前例のない規模のパラドックスを収容しました。極めて致命的な、許容量を強化する崩壊現象です。それ自体が破滅的な K クラスシナリオに相当する可能性すらありました。現状確認されている SCP-2566-JP の即発臨界状態はそれに依存するものですね。なら、修復しなければなりませんが。問題はそこです。複雑化したパラドックスの影響で、我々も具体的に何が影響するか、を理解していません。SCP-2566-JP の臨界状態は我々の静止情報に依存し、それを修復する試みは矛盾点が存在する限り不可能です。一つ思う説がある。パラドックスが拡大して不完全化した世界の中で SCP-2566-JP を破壊するのはどうだろうか？技術的にもパラドックス事象を引き起こしているのは、時間異常を内包する SCP-2566-JP 自体だからだ。何を、正気ですか？ SCP-2566-JP が唯一パラドックス事象を正しく理解しており、確実に修復する手段を有するメカニズムを内包しているのですよ。あれを破壊してしまえば、世界規模で起こりうるパラドックス事象は拡大し続け、やがてタイムライン自体を崩壊させる。そうすれば何も再構築できないのですよ。再構築、待て、何？大前提として、このタイムライン自体を完全に修復するのではないのですか？自体、というのは？私たち自身です。私たちの生物的な情報を完全に復元すると、あなたはそう言っていなかったか？聞く必要なんてなかった。それを知ったらきっとこうなるのが自命の理でしょう。私がいつ、この計画に命を捧げると誓いましたか？純粋な貢献を望んでいたのなら、あなたは隠すべきじゃなかった。冷静になりなさい、ウェイブラー。あなたたちもですよ、シャンク、ラングレイ。
もとより我々に逃げ道などないと知っているでしょう。今できることは現実を保護することです。確率的に復元されるタイムラインが全く異なる存在だとしても、それは敗北ではない、そのはずです。結果を結論付けるのは我々ではないでしょう。現実を回避させる手段を開発した我々は、今こそなすべきことがあると思いますよ。ジーガス。SCP-2566-JP の機能は、消去したタイムラインの情報を参照して再構築することです。すべての事象を消去し、バラバラになった世界を組み直す、それが SCP-2566-JP です。一つの異常な特異点を封じ込めるために、すべてを断続的に破壊しています。それは、本質的に有限のタイムラインから、無理やりにバグを除去しているということですね。財団の多くの人々はそれを知らずに、ただ違反の記録を消去し続けて、何か恐ろしいことが起きていることだけを理解するのですね。少し、違いますね。本来ならば回避不可能な事態でも、全てを復元し直して復旧するのです。有限のタイムラインを実質的に恒常的な存在へと改変し、そして永久に正常を守り抜くための理論です。全ての希望を捨て去るよりも無駄な戦争で多くの命を犠牲にするよりも、人々の無制限の犠牲は、もっと素晴らしいことだと思います。我々は死ぬ必要がありますか？おそらくは。しかし、突発的に矛盾を解消することが全ての解決になるとは限りません。そのためにバックアップを作成する必要がありますね。平行タイムラインへの分岐を作成して、最低限の維持可能性を維持しましょう。しかし、待っていただけますか？SCP-2566-JP の状態がいつまで保持できるかは不確定的なのです。修復システムを構築して、矛盾点を先に解消すべきではないでしょうか。プレイス、状況を理解しているのか？それに君だって死ぬことを理解しているのか？議論を引きずる必要がありますか？それは、OK、好きにしろ。だが私は許容できない。勝手にしてください。いずれあなたも同じ道をたどる。両者を尊重しましょう。可能な限り分岐を作成し、矛盾点は先に解消する。合理的でしょう？はい。それで行きましょう。志は同じです。転写終了。吹き、オペレーションディザスターを参照してください。ほい、2566JP、6、オペレーションディザスター。2015年、2月13日、タデウス・シャンク博士、プロジェクト・オートマトス、サイト1。1、基本事項、現時点で激甚な被害をもたらしている SCP-2566-JP、およびそのパラドックス事象は、財団の統制体系に深刻な影響を与えています。重大な脅威とみなされたために、財団は該当の事象を迅速に鎮圧することを最大の目標として定義しました。2、序文、SCP-2566-JP の継続的な機能の維持は、依存した臨界状態のために間もなく不可能になることが予想されます。タイムライン全域における完全な修復を目的として、該当のパラドックス事象は完全に鎮圧される必要があります。インシデント報告、2566JP1。詳細な報告、オペレーションディザスターは、プレイスホルダー管理官の指揮下でサイト17により実施されました。計画された第一目標は SCP-2566-JP システムの復元であり、シャンク博士の提供によって、結果的に、情報的に一致する SCP-2566-JP プロトタイプを開発することに成功しました。2015年2月20日、最終的にサイト17に再建造されたプロトタイプは、正常なシステムバックアップから情報を復元する目的で SCP-2566-JP のシステムに侵入しました。SCP-2566-JP の一時的な再活性化が行われた点を除いて、異常は発生していません。当日、プレイスホルダー博士はサイト17の管理システムにおいて予想されるパラドックス事象の再計算を行っていました。オペレーションディザスターにおいて、パラドックス事象を完全に鎮圧し、矛盾点を解消することによって、タイムラインが訴求的に再構築される可能性を期待していました。当日、サイト17の情報担当者は世界的なネットワークの接続障害と衛星情報の不具合、そして散逸的な異常活動の兆候を確認していました。これを不審に思った担当者が各サイトへの更新を試みましたが、サイト17の一部エリアを除く断片的なサイトで更新が不可能でした。この段階で発生が観測された大規模な ZK クラス、現実不全。シナリオは、原因不明の崩壊イベントとしてタイムライン全域に深刻な被害をもたらしました。ZK クラスシナリオの影響は、サイト17の中核施設においても同様に発生しました。
20日の22時頃、ZK クラスシナリオの断続的な影響により管理施設の一部が重大な被害を受け、管理職員の一部が死亡しました。職員の中には責任者であるプレイスホルダー管理官も含まれており、彼の予期せぬ死亡によって事態はより深刻化しました。SCP-2566-JP プロトタイプは管理系統の喪失によって際限なく活性化し、23時の時点で最終的に崩壊しました。プロジェクトオートマトスのチームは大部分が資産を喪失し、この時点で予備的な機能を建造する猶予は残されていませんでした。唯一の残存機能を再活性化させるために、チームは必然的に、SCP-2566-JP のシステムを復旧させる必要がありました。SCP-2566-JP の沈静化と再活性化には時間を要し、差し迫った臨界事象に対処すべく可能な限り迅速に SCP-2566-JP を復旧しなければなりませんでした。プレイスホルダー管理官は事前にこう告げていました。万物は論理的に不確実である、と。その実、私はその言葉を信じていませんでした。すべての要素は確率的に算出可能であるからと。こうして管理官の死を目の当たりにして、彼の言葉の真意を私はようやく理解しました。管理官が死亡する必要はありませんでしたが、彼の死はタイムラインの根幹的な法則を算出するのに貢献しました。根本的に、タイムラインは矛盾した概念を抹消しようと試みています。この場合は我々4人が矛盾した状態で実在するように、我々4人の実在性を自然に消去するように促していました。私はそれに気づきました。世界はより湾曲した入れ子構造になり、SCP-2566-JP という特異点を中心としてねじれています。パラドックスは修復不能であり、世界はその引力によって必然的に崩壊しています。タイムラインは不確実であり、あらゆる因果は矛盾に敵対的です。このパラドックスを脱するには、SCP-2566-JP を再活性化させる必要があります。また作用を持った回帰的な SCP-2566-JP イベントを再発させ、この世界を訴求的に再構築します。残存する機能を再活性化するまでに直近のパラドックス事象が発生しないことを願うばかりですが、時間はありません。最終的に何が起ころうとも、私は最善を尽くします。ウェイブラー・デイビス。インシデント報告。2566JP に。日付。2015年。2月21日。記録担当。データ修復済み。詳細な報告。2015年2月21日、プロジェクトオートマトスのチームによる緊急の検証が実行され、SCP-2566-JP の応急的な修復が実施されました。問題となるインシデントは直後に発生し、不自然な複数の逸脱事象と同時に職員の死亡事故が発生しました。連続したインシデントは、確率論的には否定されない、しかし奇妙な偶然の一致によって、限定的な死亡者と SCP-2566-JP の破壊をもたらしました。SCP-2566-JP 収容セル内部に存在していたパイプの一部が、正常なシステムの稼働によって振動します。シャンク博士の操作によって、SCP-2566-JP が活性状態へ移行されます。ジュヌビベイブ管理官によって、室内に置かれていたラジオが強制的に停止されます。シャンク博士はアテナ・アナスタサコス管理官からの叱責を受けています。時間構造のパラドックスにより、外部エントロピーの流入と異常存在の形成が開始されます。今回発生した異常は重力異常であると考えられ推測される事項は施設アルファ内でも観測可能でした。この時点で、室内の一部の小物は宙に浮き始めます。異変に気づいたラングレイ管理官が、シャンク博士に対し処理を停止するよう要求します。アナスタサコス管理官の声が室内に響き渡ります。シャンク博士がこれに応答していますが、反響音によってかき消されます。シャンク博士とジュヌビエイブ管理官は退出しますが、4名は SCP-2566-JP を連続稼働するためにあらゆる機器系統を操作しています。室内のより大きな物品が浮遊し始めます。極小の衝撃波が発生します。これによって施設内の多くの物品が破損しますが、ガラス片の散乱や粗大な物品の倒壊地点にいた4名が即死します。同時に悲鳴が響き渡り、やがて収まります。SCP-2566-JP は正常に活性化し始めます。すべての構成要素は復元されています。想定外の連鎖的な違反によって激甚に損傷した SCP-2566-JP システムは機能を停止しました。時間異常部門の調査結果は、期待された通りに正常なタイムラインが再構築されたことを示唆しますが、実際にそれらを確認する手段はありませんでした。
推論上、タイムラインの回帰は正常に実行され、潜在的には分岐したタイムラインが放棄されていることが考えられています。情報コミュニティを通じて本報告書が分岐タイムラインに漂着し、さらなる研究が進行することが期待されています。プライムタイムラインにおける全ての活動は無期限に停止され、あらゆる事象の維持は放棄されます。アーカイブ文書の閲覧が完了しました。時間異常部門より通達。時間異常部門は、回帰性のパラドックス事象を追跡し続けています。あなたの状態から科学的な連続性を確認できませんでした。プライムタイムラインは滞りなく進行しています。当該スロットナンバーへのアクセス権限を解禁しました。終了済みのオペレーションディザスターに関するすべてのデータは、終了チームによる回収の後ライサーアーカイブに保管され、計画責任者であるハーロージュヌビエーブ管理官によって管理されます。後期的なプロジェクトに関するすべての提案は SCIP、ネットを通じ、関係者によって審議されます。SCP-2566JP ファイルを正常に展開しました。要求に応じ、反復へのアクセスが許可されます。アイテムナンバー、2566JP。レベル5、トップシークレット。収容クラス、タウミエル。各ランクラス、アミダ。リスククラス、ノキス。配属サイト、サイト17、除外サイト1。計画責任者、ハーロージュヌビエーブ管理官。配属部門、時間異常部門。計画指導者、アクセスが保有されました。特別収容プロトコル、SCP-2566JP の科学的な再現性は財団にとって有益であるため、SCP-2566JP は常に最高機密のアノマリーとして分類されます。SCP-2566JP はサイト17施設アルファに収容され、以上の研究、拡張、安定化を目的として試験的な運用が継続されます。回収された予備的なドキュメントは保安上の目的より保管され、必要に応じて配布されます。スロットナンバー 2566JP へのアクセスが行われた場合、要求に応じて予備文書が転送されます。本報告書の最終管理は、流動的に活動する RCT チーム、デルタ T の権限に配属されます。時間異常部門は監督評議会、SCP オーバーコム。によって管理され、性的なアクセス資格と潜在的に正当な権限が付与されます。時間異常部門は財団内部に偽装された異常な組織としてカバーされ、その実態を完全に秘匿されます。説明、SCP-2566JP は、サイト17地下施設、アルファに存在する財団の固有兵器です。2005年に時間異常部門とサイト17の連携によって建造され、プロジェクトオートマトスの指揮下で現在まで運用が続けられています。SCP-2566JP の保有する大規模な改変能力は回帰的な現実の再構築を行うことが可能であり、特定の情報を訴求的に破壊することが可能でした。放棄されたタイムラインにおける財団は SCP-2566JP と同様の兵器を断続的に運用していました。回帰的な再構築に内包され、結果的に SCP-2566JP の本質が露見するまで、該当タイムラインにおいて SCP-2566JP は運用され続けました。結果的には SCP-2566JP を除く異常存在の完全な根絶に成功していたと考えられます。しかし同時に、SCP-2566JP の断続的な運用は、それ自体がパラドックスに内包されることによる致命的なタイムラインの崩壊を招く危険性を有していました。現行サイクルにおける財団は、SCP-2566JP をより効果的な条件のもとに運用しています。研究中のプロジェクトオートマトスにおける前提としての条件は以下のようになっています。小規模かつ、人類文明にか干渉しない低脅威のパラドックス事象は完全に無視される。既存のアノマリーを抹消する目的で、SCP-2566JP の機能を活用してはならない。回避不可能かつ破滅的な事象が発生した場合、SCP-2566JP の機能を最大限に活用して事象を回避することに専念する。最新リビジョンのプロジェクトオートマトスは、これらの前提をもとにより安定化された SCP-2566JP の運用方法に従っています。SCP-2566JP を積極的に運用する必要はなく、現時点で SCP-2566JP は低優先度の作戦となっています。日付、2015年、2月16日、現行サイクル、記録担当、
ハーロー・ジュヌビエーブ管理官。付記、以下はジュヌビエーブ博士による SCP-2566-JP 特異事象についての簡易的な供述です。記録、該当タイムラインにおける破滅的な事象に関連して調査が行われた結果、関係者の情報に不自然な整合性が確認された。最も特筆すべき内容は、パラドックス事象の根源的要因であった4名の職員がすでに殉職している点である。SCP-2566-JP の回帰的なパラドックス事象が正常に生産され、SCP-2566-JP のシステムは正常に復帰したと考えられている。本質的にタイムラインは有限の存在であるので、元来の SCP-2566-JP 運用方針は根本的な問題を抱えていた。当時の財団はそれを理解することなく、違反の記録を断続的に消去し続け、理解者に対し、ただ、何か恐ろしいことが起きている、という認識のみを植え付けたのである。有限の時間軸は削減され続け、結果的に崩壊していった。重要なのは、回帰的なパラドックスすらも有限の可能性であるということである。断片化されたピースはかき集めようとも元に戻らず、破壊された断片はそれ自体では修復し得ない。ごくわずかな付加価値のためにアノマリーに頼り、不確実性に依存することは、根本的なコンセンサスを逸脱した行いである。我々は必要に応じて異常に対する理解を深めるとともに、常に懐疑的であることを忘れてはならない。パラドックスは不確実である。そこに異常な要素が見出せるのなら、我々はそれを収容すべきだ。理念が絶対的なものであるように、統計的なコンセンサスは不滅であらねばならない。異常は収容され続ける。特異点は封じ込められ、あるべき姿を取り戻す、これが回帰的な現実のあり方である。新着コメント。タイムラインは不確実である。人間の利害の理論であるからこそ実在し、そして我々を内包する。我々がそれを認知するということは、統計的な理論の崩壊を示し、何よりも秩序を生み出す行いである。RCT デルタ T は秩序を守るべくして存在している。チームは常に忠実であり、犯罪的な禁忌を犯すべきではないのだ。プレイスホルダーマクドクトラート、彼は法を逸脱し、そして利害の逆鱗に触れた。彼がさまよう空虚な現実は、無再現に彼の罪を憎むことであろう。彼の行いは合理的でなかった。最後まで名を奪われた者、常に罪を憎んだ者。アテナ・アナスタサコス、彼女は最後まで野心的な研究家であった。常に理性的であり、潜在的には恐怖を抱えていた。誰よりも死を恐れ、そして最後まで罪を拒んだ。彼女は永久に裁かれるであろう。彼女が望んだ無限の時間の中で、認知のない空虚の中で。ウェイブラー・デイビス、礎として不完全であったもの。彼は情動的であり、常に恐怖に囚われていただろう。彼の心は闇に閉ざされ、腐り果てるまで生にもだえていた。彼の夢が揺りかごに揺られるままに、幸あれ、と告げられる日を待っていた。そして彼はここに眠り、安らかな死を迎える。プロスペル・ラングレイ、原初の悪にして最大の貢献者。彼の無慈悲は未来を切り開き、そして大いなる代償を残しただろう。彼を取り巻く無再現の怨嗟は、彼を二度と許さないであろう。死に取り巻かれ、その苦しみの果てに絶頂を失うまで、彼は常に傲慢であり続けた。君は過ちを犯すだろうか？しかし未来は不確実である。私がそれを見届けたにもかかわらず、君は異なる道を歩むかもしれない。君が何を望もうとも、私は君を二度と見ないだろう。願わくば、我々の秩序のために、君に幸あらんことを祈る。タデウス・シャンク、